みなさんこんにちはスマデラの小池洋人です本日もご視聴いただきありがとうございます先日ですね毎日新聞さんで連載を持たせていただくことになりましてまあこれから1年間は続けていくことになその予定になっております、うん、で、僧侶僧侶容認のユーチューバー巡礼というですねそういうタイトルの 連載でしてまあ、毎回 YouTube で発信されている方をゲストに迎えていろんなことを私が学んでいくというそういうような、えー、コンセプトの連載になっておりますで第1回目のゲストに、えー、来ていただいたのが安田夏樹さんという方です安田さんはフォトジャーナリストなんですねえつまり写真でいろんな、えー、取材をして、えー、それを伝えてくださる そういう活動されているんですがシリアとかですねそういう紛争地なんかにも行かれたりしてさまざまなことを日本にいる我々に伝えてくださってますで、その安田さんとの対談の中ですごく印象に残った言葉がありましてそれは安田さんから問いかけられたんですけれどもその安田さんがそういう海外の人と関わる中で言われた言葉がある日本人の多くが信仰している仏教という教えそれは 自分の力を信じているそういううい教えだと思うそれが素晴らしいと思うというふうに言われたんだそうです。で安田さんに「ヨ人ニーさん仏教ってそういう教えなんですか?」と問いかけられまして、えー、私も思うところをお伝えしたんですけれども、えー、以前この YouTube で「偏らない心」というタイトルでもお伝えはしたんですけれども仏教の教えはつまるところどういう教えかというとですね他の宗教と決定的に違う ものがあるんですそれは何かというと絶対者を認めなないいととうことなんですつまり神ですねキリスト教でもイスラム教でも神,を神の存在を認めているで神がこの世を作っていてその正しい間違っている善悪の判断軸も神が握っているわけなんですその神の教えに導かれて我々は信仰して歩んでいくというのが まあそういう他の宗教ですで仏教お釈迦様はどうおっしゃったかというと絶対者を認めなかったんですねもちろん我々にとってお釈迦様というのはもう、えー、素晴らしい、えー、最も尊敬する、えー、方なんですけれども絶対者ではないんですお釈迦様は人間なんですでお釈迦様は、えー、神はいないと言ったわけですねそうなると 仏教の善悪の判断軸というのは非常に曖昧になってきますシンプルじゃないんですね神がいないので他の宗教は神に聞けばいいわけですよ善悪をでも仏教はそうじゃないお釈迦様はじゃあどう言ったかというと極端から離れたものを正しいと捉えなさいとお伝えになったんですね極端から離れたものこれを中道中の道と書いて中道という教えになっているわけです 右でででもも左なない真ん中なん中だっていうことこすね偏らないこれが大切なんだというふうに釈徹宗先生がご本の中でもおっしゃっておられたことなんですけれども、えー、これがすごく大事な部分なんだなぜならば何をしていても仏教がですね「それはあなたの都合が混じった偽物なんじゃないの?」と問いかけてくれるっていうんですね。 そういうい体系なんだつまり我々は偏りやすいんだっていうことを同時に伝えてくださっているのがお釈迦様の教えなんですよ正しいと思ったらこれ正しいというその偏りが出てきますね。間違ってるってるう思っても間違ってるという偏りが生まれて幸幸せ不幸もそうなんです以前もお話ししました幸せが真っ白だとして、ね、不幸が真っ黒っていうふうに例えた時に真っ白な状態ってないんですね我々生きてて。 でなも灰色って限りなく黒に近い灰色もあれば限りなく白に近い灰色もあるようにものすごい幅があるんですよねでも我々は「灰色」という言葉しか持ち合わせてないでましてや「幸せ」と「不幸」っていうことになるとその2つしかないですね真っ白と真っ黒を表す言葉しか持ち合わせてないんです 皆さん言います。あ,あ、今やや幸せですわとか言わないですよね <laughs>。やいや不幸やわって言わないと思うんです。あ、幸せだわ。不幸だわって言いますでしょ。そうすると言霊だから幸せだって言ったらなんか幸せいっぱいに感じられるし、不幸だわって言ったら、まあ不幸のどん底に思ってしまうんです。でも。正確に見るとどんふと不幸のどん底にあっても。 感謝すべき事柄とかね幸せの種っていうのはちょっとあるったりしますよねで、幸せいっぱいだって思ってる時も不幸の影がちょっとあったりしますあるいは幸せいっぱいの時こそ右頂点になって次間違いを犯すね原因を作ってしまうこともあるわけですだから本当にこの淡いで我々は生きてるんですけれどもそれを表す言葉がないために分別分けて考えてしまうところに この悩みが生まれてくるで釈先生こうもおっしゃってるんです正しいと思った瞬間に見えなくなる景色がありますっていうんですねそうですよね正しいって思った時にこれ偏っているのでこちらが見えなくなってしまってるんですねそれを仏教は本当にそうですかってずっと語り続けてくれるこれはすごく大事なことなんだ私もそう思うんですですから仏教を信仰するとですね 偏ることがだからどんだけ正しいと思われる思想とかどんだけ正しいと思われる行為でさえもそれが偏ってしまえば間違いだと説くのが仏教なんです。と考えるとですね仏教を信仰すすれば戦争は絶対に起こらないと思うんですどうでしょうか今本当にもう毎日のように流れてくる痛ましい戦争のニュース。もう本当に心が痛くなりますけれども まさにロシアの正義とウクライナの正義正義義同士がぶつかってるんですねつまり正しさ同士がぶつかってるとも言えると思うんですでも正しさもですね偏っていってるんですよこの正しさのためには犠牲もやむをえない他の命を奪うこともやむをえないって思うぐらいまで偏りが生まれちゃってるわけですよね。それ絶対に間違いなんです 仏教でいうところの一番危ういというか一番気をつけなければいけない偏りがそこに生じているんだと思うんですよね。ですからこの偏らないということを説いている仏教を今一度この全世界に発信したいと思わずにはいられないわけです。で最後ちょっと紹介したい言葉があるんですね。これは私大好きな詩人で吉野博さんという方がいらっしゃいまして。吉野博さんが 21歳の若さで詩人になろうと決意した時の文章なんです読ませていただきます人間はその不完全を許容しつつ愛し合うことです不完全であるがゆえに退け合うのではなく人間同士が助け合うのです人の行為を 軽々しく批判せぬことです自分の好悪の感情で人を批判せぬことです善悪のいずれか一方にその人を押し込めないことです」という言葉なんですあの人は悪い人だあの国は悪い国だ 善悪一方に押し込めてしまう偏りを持つのが我々人間それを一番戒めている教えがお釈迦様の身教えだと信じております今日は偏らないその大切さを改めてお伝えさせていただきました最後にですね平和が訪れますように皆さんと一緒にお祈りいたしたいと思います